NH ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。皆さん、こんにちは。映画、闇の家やアナベルを見たことがありますか？リーンの家は実話に基づいて作られています。幽霊が住む家に住んでいたが、説明のつかない悲劇に見舞われた家族を描いています。アナベルも実話です。悲劇的に亡くなり、その後人形に取り憑かれて悪魔に利用された少女の物語です。人形は正しい人の近くに移動します。この人形を拾った人は呪われて悲惨な死に至るという限り、この2本の映画の話をすると、ワオーレン家には霊界博物館があり、その博物館は封鎖されていることを知っておく必要がある。カルト的なアイテムやアナベルのような悪魔の小道具。今日はワオーレン夫妻が扱った事件と彼らが集めた銃の恐ろしい品物についてお話しします。ワオーレン夫妻について話す前に、今日、非常に衝撃的なものを目にしましたので、お伝えしておかなければなりません。アナベルには悪魔の力があり、世界中にテレポートできることは誰もが知っていることを皆さんと共有したいと思います。それは、アナベルが博物館から逃げ出したのです。一体何が起こったのでしょうか？ワオーレン夫妻は他にどのような事件を扱ったことがありますか？精神世界博物館にはどんな小道具がありますか？次にワオーレン家についてお話しします。彼らは1952年にニューイングランド超常現象研究協会を設立し、米国では有名な超常現象研究家です。彼らは依頼を引き受けたり、率先して超常現象が起こる場所に行き、悪霊と交信したり、悪霊を追い出す人を探したりします。エドワード・ウォーレン・ミーニー氏は独学の悪魔学者です。悪魔を追い出すには一定の手順があり、悪魔の好みを知る必要があります。それぞれの悪魔は異なるため、悪魔学は効果的に悪魔を追い出すことができます。エドワード・ウォーレン・ミーニーは2006年8月23日に79歳で亡くなりました。彼の妻、ロレイン・ウォーレンは予言的な能力を備えた予言者であり、悪霊と面と向かって直接コミュニケーションし、交渉することができ、超能力者でした。ローリング・ウォーレン、2019年4月18日。彼らは92歳で亡くなりました。生前、彼らは霊界の大小様々な事柄を扱っていました。彼らが扱った超自然的な出来事は全てコンテナの後に残されることがよくありました。これらの容器は悪魔が憑依した人形や容器であり、一部はカルト儀式に使用されました。ワオーレン夫妻の骨や小道具の博物館は自宅の地下にあります。この博物館は1922年まで一般公開されていませんでした。ワオーレン夫妻が収集した10点の恐ろしい小道具を紹介します。すべてのコンテンツはオンラインです。見つかった情報は誰でも簡単に見ることができます。霊界の博物館にはピアノが隠されている。エドワード・ワオーレン氏によると、ピアノは特定の時間になると自動的に演奏しますが、何が起こっているかを見るために部屋に入るとすぐに停止します。私が弾いたピアノはある神父さんから譲ってもらったものです。伝説によると、カップルが言ったそうです。夫は戦争に行きました。妻は毎日地下でピアノを弾き、夫の帰りを待っていました。最後に軍関係者がベルを鳴らしに来て、夫が戦死したことを示す名札を妻に渡した。そこで妻はピアノの前で亡くなることを選択したので、ピアノが弾かれた時刻が妻が名札を受け取る時刻となったのです。伝説によると、ウェディングドレスはユニオン墓地で手に入れたものだと言います。午前1時に国道59号線に沿って歩き、ユニオン墓地の前を通過した場合、ウェディングドレスを着た女性が現れ、床が赤くなります。早く逃げなければ、このウェディングドレスを着た女性があなたをできるだけ早くこの世から去らせてしまうでしょう。ウェディングドレスが封印されれば、そのような超自然的な噂はなくなります。これは悲劇から回収された写真です。夜、この写真を10秒以上見つめると、この写真に写っている女性の夢を見ると言われています。彼女は夢の中で命を乞いますが、それは封印されているので何もありません。この機能を表示するために最善を尽くしてください。
博物館には鬼のお面がたくさんあります。最も恐ろしいのは、カルト組織がこのマスクを着用すると人類を滅ぼし、サタンの手下になると信じているため、マスクが血で覆われていることです。それを着たら、あなたはもうあなたではなくなる。理不尽な悪魔と化してしまう。このウィジャボードは過去に悪魔を召喚しました。普通のウィジャボードではありません。その時に召喚された人々は一定期間が経つと皆無残に死んでいきます。実際、これは私たちが以前に制作した映画、大罪案に少し似ています。恐ろしいのは、このウィジャボードを使用すると、このウィジャボードは同じ悪魔を召喚することができるということです。この人形はアナベルとは違います。アナベルは悪霊に取り憑かれているので、とても攻撃的ですが、ホワイトザ・ドット・ドットは飼い主に離れられたくないから動くだけです。寝室においてリビングに行って振り返ると、リビングに座っているホワイト・ドット・ドットがこちらを見ているでしょう。このネックレスはカルの指導者からの犠牲です。あえて着用すると窒息死することがよくあります。それはカルト教団の人物によって作られた非常に恐ろしい悪の兵器です。なぜカルトは悪霊を呼び出す方法を知っているのでしょうか？この本を通して、生贄と召喚の方法が明確に教えられ、その後につながります。この本を手にした者は、たとえ元々は善良な人間であっても悪魔の手下となってしまうことが多く、この本は実際に人の心をコントロールすることができる。この金色の蛇は、あるカルトの象徴です。多くの犠牲も払ってきました。唯一の違いは、彼がもはや普通の象ではないということです。象に血に触れさせると、象に命を乞うように命令できるようになります。その代償は自分の寿命だ。悪魔のボールの下には時計があり、水晶玉のように見え、中には光があります。普通の人。水晶玉についての理解は、水晶玉は過去と未来を予測できるということです。この球体は、球体に手をかざすと自分の姿が見えるというもの。約1分後、悪霊があなたの後ろに現れ、音が聞こえます。鋭い声が振り向いて、もう手遅れだった。悪霊が本当に現れて、あなたをボールに吸い込みます。これら10項目は、インターネット上では誰も異議を及ぼすべきではありません。もっと多くの人が言っているので、言及しません。博物館内の2、ケラ3点ごとに、毎月カトリック司祭が博物館全体を祝福します。そして全てのオブジェクトは、これらのオブジェクトを保護し続けます。精神世界博物館についての話は終わったので、ウォーレン夫妻が扱った事件について続けて話しましょう。有名なアナベルとリギン祭の他に、彼らは他にどのような事件を扱ったのでしょうか？この場合については詳しくは説明しません。特定のケースに特に興味がある場合は、メッセージを残してお知らせください。または、他の事件に興味を持っている友人がいる場合は、メッセージを残して私たちに知らせることもできます。将来的に時間が空いた場合は、別のビデオを作成できます。次に、ウォーレン夫妻について話しましょう。1980年、デイビッドという名前の男が悪霊に取り憑かれました。彼の家族はあまりにも悲惨だったので、デイビッドを助けるために、ウォーレン夫妻を呼びました。ウォーレン夫人はデイビッドの隣に異常な黒い霧を見た。デイビッドの母親も、デイビッドが空中に浮かんだり、見えざる手によって殴られたり窒息したりしているのを見ました。最後に、ウォーレン夫人はデイビッドが少なくとも3人の悪霊に侵されていると判断した。時間を見つけて悪霊を追い払うと、熱心な村人たちもやってきました。中にいた人の一人を助けたのがアルション・ジョンソンだった。ダビデの悪魔払いが終わると、1981年2月、まだ19歳だったアルソン・ジョンソンは飲酒後に家主と口論になった。彼はナイフを持ち出し、家主を死亡させた。彼が法廷に出廷した時、裁判官はなぜこんなことをしたのかと尋ねました。ジョンソンは悪魔が私にこれをするよう頼んだと言いました。ダビデは依然悪魔に取り憑かれていました。取り憑かれた男に会いに行きましたが、彼は普通でした。
夜になって初めて悪魔が私の隣にいて、殺せと言い続けていることに気づきました。この事件は多くの問題を引き起こした。事件全体が大騒ぎになった後、裁判官はそれを受け入れなかったため、ジョンソンは第一級殺人罪で有罪判決を受け、懲役10年から20年の判決を受けた。ウォーレン夫妻は狼男事件を扱った。関与した人物はビル・ラムジーという名前で、彼は9歳の頃から関連する超自然的な兆候を持っていました。最初、ビルはいつも犬の匂いがするので、人々はビルを変人だと思っていました。しかし当時の両親は、ただ遊ぶのが好きでお風呂に入らない子供だと思っていたそうです。ビルが実際に手紙を口に含んだまま外に飛び出し、土を掘って埋めたのは数ヶ月後だった。少し前までは不思議だったのですが、1983年、ビルはますます惚れる狼のようになりました。誰かが訪ねてくると、ビルは彼らの首を噛もうとしました。最終的にビルは病院に送られたが、看護師を襲い、人々を襲おうとする犬のように部屋の隅に座っていた。警察が来て彼らを落ち着かせた。彼はビルを捕まえた後、彼を手放した。1987年、ビルの症状が悪化したため、警察署に駆け込み、すぐに閉じ込めるよう警察に頼んだ。しかし、話し終わるとすぐに、ビルは再び狼のように振る舞い始めました。6人の屈強な警察官が協力してビルを拘束した。警察との対峙中、ビルは、悪魔が私の体に宿っている。あなたを殺す、と言いました。その後、ウォーレン夫妻が現れ、ビルが狼の霊に取り憑かれていると即座に判断し、悪魔払いの儀式のために米国に連れて行った。最後の式典はビルで終わりました。彼は再び病気になることはなく、ウォーレン夫妻はこの事件について、ザ・ウェアウルフ・ザ・リアル・ストーリー・オブ・ディーモニック・パゼッションという本も書きました。ここボルリ教区にはかつてベネディクト会の修道院があり、修道院への修道士がこの修道院に恋をしました。修道院に住んでいた別の修道女は、修道士は修道士ではないため、最終的に教会の人々によって発見されました。修道女と恋に落ちることが許されました。これは大スキャンダルだったので、修道女たちの前でその僧侶を処刑しました。修道女たちはいくら泣いても、それでも大げさな処刑を行った。実際に修道女たちを修道院の壁の中に生きたまま埋めたのも彼らでした。そのため、夜中に足音や鐘の音が頻繁に聞こえたり、夜中に様々な未知の光源が見えたりするようになりました。最後に、彼らはウォーレン夫妻に自分たちの出来事を明確な写真証拠と共に記録するのを手伝ってほしいと頼んだ。体験写真では、聖書をめくっている幽霊と、そこを歩いている幽霊の2層が見えました。上記は、アナベル事件とリギン祭事件を除いて、ウォーレン夫妻が扱った事件である。実際には、たくさんの物語があります。時間が限られているので、すべてを話すことはできません。また、聞き飽きて、超常現象が本当に起こるのだと思うかもしれません。愚かなことをしたり、私たちの呪文を常に叫んだりしない限り、大丈夫です。アナベルが博物館から逃げ出したのですが、何が起こったのでしょうか ?2020 年8月14日ライリーという人物がツイート。彼は創作のビデオを投稿し、アナベルが午前3時にウォーレンオカルト博物館から逃げ出したと述べた。しばらくして別の人がアナベルが確かに檻から逃げ出したとツイートした。この2つの投稿が次々と転送されるようになり、アナベルを見たという人が増えた。ウォーレンと彼の妻は2020年に亡くなったため、多くの人がもう邪悪なものを抑えることはできないと考えたので、ウォーレン夫婦の義理の息子がビデオを投稿するまで誰もがパニックになりました。そしてそれは次のようになります。皆さんは。あなたがこれを聞きたいかどうかはわかりません。アナベル、生きているというべきではありませんが、アナベル、彼がここにいて逃げなかったのは残念です。ここには警備システムがあるし、泥棒もいるし、アナベルの逃走も含めてすぐに警察が来たるだろう。アナベルは彼氏に会いに出かけていませんので、ご安心ください。
これを読みましたか？私も同様に唖然としています。私も被害者なので騙すつもりは全くありませんでした。私も騙されました。今日の話はここまでです。メッセージボックスにはさらに超常現象の物語があります。下にスクロールして読むことができます。超自然的な話もありますよ。からまた次回。